さあ両チームともフィールドに入りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えます。後半戦は金沢のキックオフで試合再開する形になります。キックオフを務めますのは金沢ワイセンベルグ23番の佐藤です。対しまして浦和はリターナーに2枚配置しております。12番、そして、もう一人はちょっと番号の方確認ができておりませんが18番かと思われます。19番ですかね、おそらく19番の川村かと思われます、12番は中村です。さあリターン入った浦和、リターン7番すくい上げるように右オープンへ展開、ブロッカーの力も生かしまして自陣40ヤード付近を確保しています。この位置から浦和の攻撃と変わります。果敢なリターンを見せましたのは浦和ズ7番の小川でした。さあ後半戦最初のシリーズは浦和ラーズとなります。浦和ズ自陣40ヤードからのファーストアウト、さあまず中央へのランプレー、ナイスファースト、まずはランプレーから入りました、託されました26番、そのまま味方もロッカーを生かして中央すり抜けるように一気に攻撃権更新としています。浦和ラーズファースト、見事なランしましたのはランニバック26番の榎本でした。まず最初のランプレー見事決まっております。浦和ズボールオンは相手陣に入りました。浦和ズ相手陣49ヤードからファーストアウト、さあ再び中央へのランプレー、今度はキャリア7番に託しました、すり抜けるように7番同じく中央を切り込みまして約6ヤードほどゲインしています。今度はランニング枠変わりまして7番の小川が走っております。さあ2つのランプレーが大きく出ております。何らかの突破口を見出したのでしょうか。浦和ラーズボールオン相手陣44ヤードからセカンドダウン4、パス成功、今度は左に転化したワイドリシーバー83番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。しかしギリギリのところで金沢41番タックルしておりまして残り1ヤードの状況となっています。ここは素晴らしい攻防でした。キャッチしましたのは83番の渡辺、タックルしましたのは41番の黒川でした。浦和ズサードダウン残り1ヤード、浦和ズファースト、この1ヤードの攻防今度は浦和が制しました。ランニバックにハンドオフしましてキャリア26番見事に攻撃権更新果たしております。浦和ズファースト、この1ヤードの攻防が前半も非常に見どころでしたがここは浦和が制しました。キャリア26番の榎本でした。ここから新たに4回の攻撃開始。さあ浦和ズ相手陣36ヤードに入りましてのファーストアウト、
バスター。クォーターバックワン、今度は右に展開していたワイドレシーバー、88番にパスを通し、88番密集点ディフェンスの隙間をついて、このパスをキャッチし、攻撃権更新です。浦和フラワーズバスター。見事なコース取りでパスキャッチしましたが、ワイドレシーバー、88番の三河でした。さあ浦和相手陣23ヤードに入りました。浦和フラワーズファーストアウト。さあパス成功。今度は左に回したワイドレシーバーに吹くパターン、立ち止まらさせてそこにパスを投じました。確実にこのパスを12番キャッチしまして、約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。パスをキャッチしましたのは12番の中村でした。さあ着実に前進しております浦和フラワーズセカンドダウン2。浦和フラワーズセカンドダウン2。中央へランプへファースト。何が組んだら相手ディフェンスとすれ違うようにハンドオフを託されまして、中央へのランプへ見事にこのランを決めまして攻撃権更新です。浦和フラワーズファーストラン重ねます。期待に応えましたのはランニバック7番の小川でした。さあじりじりと相手、エンドゾーンに近づいてまいりました浦和フラワーズ。ボールオン相手陣11ヤードからファーストランプへ。さあ金沢なんとか食い止めたい。ナイスタック。左に展開していた12番に同じくヒッチ、フックパターンのパスを投じました。このパスは通りました。しかしここを金沢19番見事なヒットによりましてゲインを5ヤードほどでとどめております。パスを取りましたのは12番の中村、これをタックルしましたのは19番の本田でした。ゲインは5ヤード。浦和フラワーズセカンドダウン5。ボールオン相手陣6ヤード。タッチアウ。今度は12番に縦で切り上がりました。相手のディフェンスを裏を突くようにそのままエンドゾーンに囲んだところにクォーターバック5番見事にパスを投じパス成功。タッチアウンパスによりタッチアウン成功によりまして6点獲得となっています。浦和フラワーズ得点12点に変わります。そしてトライフォーポイント、タッチアウンとのワンプレーに入ります。キック成功し1点追加。浦和フラワーズ13点、金沢ワイセンベルグ0点となりました。浦和フラワーズ後半最初の攻撃シリーズ見事に成功しまして追加点を挙げリードを広げる形に成功しています。その立ち弾を見事に決めましたのはクォーターバック5番の小宮山、そして取りましたワイドレシーバー12番の中村でした。さあ後半最初の攻撃シリーズを見逃したのは浦和フラワーズとなりました。その浦和のキックオフで試合再開です。さあ反撃をきっかけとするリターンを金沢敢行しましたが自陣30ヤード付近でとどめられております。この位置から金沢ワイセンベルグの攻撃に変わります。ボールを見返した時点、自陣29ヤード付近から。金沢ワイセンベルグ、ヨウ様、ノリタム様、YJ様、メッセージありがとうございます。
そうですね、私の方も声がちょっと枯れているようでですね、それだけ白熱した一戦でちょっと声の方に、限界が来ているのかもしれませんが、なんとか最後まで持たせていきたいと思います。さあ、しかし金沢ここでイエローフラッグが飛んでいます。さあ、この反則は果たしてどちらの反則でしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。揃ってスタートしなかったことにより5ヤードバッタリとなります。金沢5ヤード下がりまして、ファーストダウン5で試合再開となります。ボールオンは自陣23ヤード。これは浦和ナイスディフェンス。まず金沢オプションプレーを展開しようとしました。しかしそのオプションを判断するクォーターバックに猛烈にディフェンスがプレッシャーをかけまして、このピッチコントロール狂い、あわやボールをロストするというプレッシャーをかけました。なんとかランニングバックを抑えましたが、結果的に大きく後退する形になっています。金沢ワイセンベルグセカンダウンロン、ここで金沢クォーターバック自らがダウンを展開しようとしましたが、これを浦和も見事にカバーしておりまして、ノーゲインに変えております。攻撃を開始しようとしましたが、浦和はディフェンスの集まりが金沢サードダウンに変わります。金沢ワイセンベルグサードダウンロン、ファーストダウン獲得まで25ヤード。さあ、厳しい状況になっていますが、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。パス不成功。ここでロングパスを通しました。クォーターは勝ちワン、左に流れながら縦に上がった24番にロングパス。24番相手ディフェンスを振り切ることには至りましたが、しかしわずかにパス届かず、パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。このロングの状況ではあえてロングパスによりトップを図りましたが、しかしそれは必ずフォースダウンロングの状況、パンプフォーメーションを取ります。金沢ワイセンベルグフォースダウン、これもプレッシャーある中、パントを蹴りましたボール、リターンを避けるように低い弾道を蹴りまして、ハーフウェイまで陣地挽回を図る形に成功しております。ボールは中央付近に戻されまして、攻撃はテイクオーバー、浦和の攻撃に変わります。さあ、しかし後半2回目の攻撃シリーズを終えました。浦和ズボールオン相手陣48ヤードからの攻撃に入ります。浦和ズファーストダウン10。浦和ズ敵陣49ヤードがファーストダウン10。中央へのランプレー、何枠26番ハンドオフを託されまして、右オフタックルをすり抜けるように切り上がりまして、約7ヤードから8ヤードのゲインとしています。ゲインは7ヤード。キャリア26番は榎本です。フラワーは世界グラー
浦和浦和ズセカンドダウンスリー。パス成功、ファースト。浦和浦和ズこの短い3ヤードをパスプレーで突破しました。ワイドレシーバー81番にディフェンスのカバーの前をつくようにコースを取らせまして、このパスを通し確実に攻撃権更新果たしました。浦和浦和ズファースト。果敢なパスキャッチ、見事に決めましたのはワイドレシーバー81番の大谷でした。浦和浦和ズファーストダウン10、ボールオンは相手陣38ヤード。パス成功、ファーストダウン。ここでプレーアクションパス、ランプレーをフェイクしまして中央切り込んだワイドレシーバー17番にパス、ディフェンスの隙間をつくように飛び込みまして、このパスキャッチ、攻撃権更新です。浦和浦和ズファースト。見事なタイミングパスを決めまして、キャッチしましたのはワイドレシーバー17番の砂原でした。浦和浦和ズ強固な金沢に対して計算されたタイミングパスを連投し、この状況打開を図っております。これが構想し、現在攻撃展開しています。インターセプト、ターンオーバー。ここで浦和は一気に勢いのあるとパスを重ねてまいりましたが、そのパスを見事なカバーによりパスを奪い取りましたのは金沢9番。インターセプトにより攻撃を奪取し、攻守交代です。ターンオーバー、金沢の攻撃に変わります。見事インターセプトしましたのは金沢ワイゼンベルグ9番の岡村。値千金のインターセプトにより金沢攻撃奪取です。さあ攻撃権を奪いました金沢、ボールオン自陣35ヤードからの攻撃に入ります。金沢ワイセンベルグファーストアンテン。さあここで一つトリックプレーを入れました。何が君13番にトスした後リバースプレー、反対サイドにレシーバー26番を走らせると見せかけ、これをフェイクにし23番左オープンを突破を図りました。一瞬ディフェンスの隙間をほころび見せまして、左オープン約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。キャリアは23番の佐藤でした。しかし浦和も動じず、ここで大きなロスは与えておりません。金沢ワイセンベルグセカンドダウン7。パス不成功。ここでクォーターバック8番プレイアクションからタイトエンド99番にパスを投じました。99番なんとかキャッチ戦というところでしたが、わずかにオーバーリードする形でミスリードによりパスキャッチミスとなっています。ナンバーカー2番黒田良太がスタート。ダウン1つ変わりまして、金沢3回目の攻撃サードダウンに変わります。金沢ワイセンベルグサーダウン7。パス不成功。クォーターバカちゃんプレイアクションから左に展開した41番にパスを投じましたが、しかしわずかにコントロールミスしパス不成功となっています。金沢ワイセンベルグフォースダウンに変わります。金沢ワイセンベルグフォースダウン7、パントフォーメーションを取ります。ナイスパー。
プレッシャーショットする中、パンタは見事なパントを蹴りました。ボールは点々とし、浦和陣10ヤード付近まで転がり、この位置で攻守交代果たしております。非常に厳しい状況、素晴らしいパントで状況打開図らんとしております。結果的には大きく陣地を押し返す形に成功しました、金沢ワイセンベルグ。さあ、しかし浦和も攻撃好調になっております。自陣11ヤードからの攻撃、果たしてどのような攻防になるでしょう。浦和浦和ズ自陣11ヤードからファーストアウト。カザナイスディフェンス。ここで好調なランニーバック26番にハンドオフしました。しかしここで金沢55番が立ちはだかり、逆方向に行こうとするところ41番見事に仕留めまして、約6ヤードのロスに変えています。素晴らしい混転しましたのは金沢55番の三田、それを仕留めたのは41番の黒川でした。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、浦和浦和ズ13点、金沢ワイセンベルグ0点。攻守方向入れ替え、最終クォーター第4クォーターに移ります。